今僕台湾の離島の金門島ってところに来てるんですけど、今後ろになんかあれ見えてるじゃないですか、ビル、あれ中国なんですよ。中国のアモイっていう町なんですよ。めちゃくちゃ近くないですか？台湾と中国って、まあ、近いのは近いんですけど、こんなに近いとはみんな思ってなくないですか？でもこの金門島は中国の一部って言ってもいいぐらい、地理的にはもう本当中国にすごく近いんだけど台湾なんですよ。面白いですよね。でここの面白いところはこうやってただ見えるだけじゃなくて実際に船で行けるんですよ。なんか対馬みたいじゃないですか、釜山と対馬みたいじゃないですか。実際にあれに行けるんですよ。今から気になりますよね。今からちょっと行ってみます。この海辺のこの黒いの何だと思います？これね、この向こうのあれ今見えてるのは中国なんですけど、あそこから戦車が入ってこれないようにこれあるらしいんですよね。トラップなのかな、これ なんて言うんだろう、国防のために昔埋められたものなのかな。今は多分ね、そんなにこんなのあったってあんまり意味ないと思うんですけどね。うわーすごいな。ちょっと伝わ、これすごいでしょ、これ伝わってるかな、これ動画で。やばいなこの島。で、まあ船乗る前にちょっとご飯食べたんですね。今からその船の乗りに行こうと思うんですけど、さっきタクシーのおっちゃんが今船のところスイートっていうところなんですけど、港行っても船なんかないよってホテル紹介してあげるって言ってたんですよね。まあ、多分嘘だと思うんですけど、嘘だと思うんですけど、ちょっと若干いや本当なのかなって思う気持ちもちょっとだけあるんですよ。大丈夫かなって思うんですけど、あのね、やっぱり本当だったみたいだわ。6時半です最後だって、そんなことネットに書いてあったかな。金門でちょっとあのホテル探します。僕の旅行やっぱおかしいわ。ってことでユースホステル泊まりました。金門島のユースホステル。まさか台湾でユースホステルに泊まるとは思わなかったな。オーストラリア以来かな。こんなあのね、共同部屋ですよ。これ。もうこんなの泊まると思わなかった。向こうのアモイでホテルを予約してるにもかかわらず、向こうに行く手段がなくなったからこれに泊まってるんですよ。もうバカの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 バカですよね。本当終わってるわ。まあこんな感じ。今ちょうど人がいなくなったから誰も。だからちょっと撮ってます。ね。あの、ユースホステルって泊まったことありますか？こういうの。相部屋っていうんですか？こういうのね。ベッドがいっぱい並んでて、知らない人がいっぱいいるんですよ。ね。もうめちゃくちゃあの、泊まりにくいんですけど、ここ600元って言ったから1800円ぐらいかな、1泊。そんなに安くない、安いんですけど、あの、もう1000円ぐらい出したらね、普通の部屋あるんですよ。一部屋ね、あの、一人部屋でね、泊まるとこってあったりするんですよね。意外とね、だいぶ不便な割にそんなに安くなかったりするんですけど、もうね、探すのがめんどくさいので、もうここにしました。うん、もうないかもしれないしね。で、やっぱりネットで調べたら、その船ね、船6時半が終電と終船っていうのは正しかったです。もう単なるリサーチ不足です。もう本当にバカです。ホテル予約してるのにホテルに行く手段がなくなったとかもう終わってますよね。もっと旅人やめた方がいいよ、もう本当に。ちょっと本当にちょっと反省します。ダメです。まあでもね、ちょっと言い訳すると、6時半が終船っていうのを知らなかったら、多分あの時間にね、飛行機乗って来なかったと思うんですよ、ここにね。でもここに来たことでいい動画撮れたから結構。うん、だからあの、知らなくてよかったんじゃないかなっていう結論にしときます。自分に都合のいい解釈で、ちょっとね、精神を安定させます。昔オーストラリアでこういうユースホステルに泊まった時にベッドにノミがいたのかな。でも体中が痒くなって、うーわーってなった記憶があるんですよね。もう全然寝れなかったことがあったんですよね。もうそれからにユースホステル怖くて、うん、やっぱ衛生もね、そんなにまあまあ良くはないんですよね。だからユースホステル泊まるの怖かったんですけど、まあ今回泊まったとこはまだすごく良かったです。オーナーの人もすごくなんかフレンドリーな感じでよかったし、あの Google 翻訳で、ね、訳してくれて、もう最近やっぱ Google 翻訳すごいわ。これ旅行系のとこではね、みんなあの Google 翻訳使ってますね。もうほんとね、語学いらなくなりつつありますよ今本当に。
不早留下吃贝林钱。随着贝林钱。ということで、アモイに行く船が出てるスイ島というところに来ました。これがそのターミナルですね。ここから船が出ます。向こうになんかね、船っていうか海、ほらちょっとわかんないか、なんか海見えてるんですよね。うん、ここから向こうのアモイまで行きます。この時まだ僕中国のお金を持ってなかったので、サハリンの過ちを繰り返さないように両替所に行くことにしました。聞いてみたら、この両替所11時からしか開いてないみたいです。で、多分中国の方に行くと、アモイの方に行けば、8時ぐらいから多分開いてるんじゃないかって言ってました。だから先にちょっと乗っていきます。まあ両替所あるんだったらまあいいかね、待てば手に入るんだったらいいわ。手に入らないのが問題だからね。一応中国のお金を持たないまま中国に行くことになるんですけど、まあ今回は大丈夫でしょう。是下面的群吗？你要几点呢？现在有几点麦克风？下一次的。ってことで、出国審査を終えて制限区域内に来ました。本当はなんかモールじゃないけど、このお店も結構開いてて、すごいね。朝からすごい開いてる。両替所は開いてないのにまた今日朝から何も食べてないので、なんか食べたいけど、もう免税店ばっかりだな。本当に高いものばっかり売ってて、飲み物一つ買えない飲み物売ってないんじゃないかね。今チラッと見たけど、喉渇いたんだけど。あ、でもあれあるわ、これ。あ、中国によくある、これ水が出てくる機械。お湯も出てくるのかな、あ、熱海水と、あ、温海水、冷海水、3つあるね。あったかいのと、暑いのとあったかいのと冷たいのかな。で、これ日本でね、こういうの絶対見かけないですよ。これ分かります、これ検便、検尿とかの時に使うやつですよね、日本だったら。これに入れて飲めって言ってるんですよ。面白くないですか、これね。はい、ってことで入れてみました。水、ちょっと見えるかな、水入ってるんですけど、検尿じゃないですよ、水ですよ。ちょっと飲みます。朝一番の水美味しいわ。はい、ってことで、そろそろほら、そろそろ乗るみたいだ。急がないと。前回船酔いがひどかったので、船はちょっと怖いんですけど、まあ、この船は30分ぐらいみたいなので、まあ酔うことはないだろうって、なんかブログにも書いてました、誰かのブログ。酔い止めとか別に飲まなくていいでしょね。え、2階まだ誰もいない。ほら、誰もいない。外に出た方が景色が見えて綺麗とか書いてあったから、あ、ちょっと揺れてる、今揺れてる。うわ、あ、怖い怖い怖い、もう揺れたらもう酔うから。ちょっと外に出てみます。ほらね、外なんか扉あるでしょ、外出てみます。あ、そっか、あ、これあれだわ、ほら、This door must be kept closed when sailing って書いてますね。船が運航するときはドア閉めなきゃダメって書いてました。そっか、外出れないのか。まあいっか。なんとか船に乗ることはできた、ドスコイ。今回の旅行は始まってから失敗のオンパレードですけど、さあ、ドスコイは中国でちゃんと両替ができるんでしょうか。この動画続きます。
Jet. Bing White.